アイドル評論家伏見俊ナンバーアンダーライン愛サマソニ2024を語る。彼らはアイドルを超えた存在、テケシュン音楽情報。先日、国内最大級の都市型音楽イベント、サマーソニックに出演し、注目を集めたナンバーアンダーライン愛。アイドルを出自とする彼らがヒップホップのアーティストとして進化を遂げていくよう追ってきた批評家の伏見俊さんは、17日に千葉で開催されたサマーソニックでのパフォーマンスを目の当たりにして、 今の彼らにしか生み出せない文化が確実にあると感じたという。ナンバーアンダーライン愛のサマーソニックでの熱いパフォーマンス。スピッツ論分裂するポップミュージックの著者で、国内外の幅広い音楽の動向を分かりやすく伝える YouTube チャンネル、テケシュン音楽情報のシュンとしても活動する伏見シュンさんに、当日のステージの様子とともに、ナンバーアンダーライン愛にしか生み出せないものについてつづってもらった。最大限の力が発揮された。 全究曲。8月17日11時。QVC 千葉マリンスタジアムは、摂氏30度大後半に届いた気温の中、直射日光を受けて佇んでいた。体力と水分を消耗する過酷な環境の中、サマーソニックマリンステージに初めて立つナンバーアンダーラインアイの姿を目撃しようと、多くの人が集まった。MC、殺者のアナウンスに続いて現れた3人は、 多くの期待と好奇の視線を全て納得させるかのように、気合と気合にあふれたパフォーマンスを披露した。結論として、彼らは最大限の力を発揮したと言える。その様子と熱量を伝えるには、披露した9曲全てについて、一つ一つ語らなくてはいけないだろう。冒頭、デビュー曲、ゴートの前へ前へと迫りくるかのごときビート感覚に合わせて、彼らのダンスの熱気も観客の方へぐいぐい迫ってくる。 急に給付が入る変則的なパートにおいて展開される、体がぐにゃっとなるような動きとサウンドの絡み合いは、体感すればするほど癖になる。二曲目は、日本のヒップホップの世界で実績と信頼を勝ち得てきた MC 兼プロデューサー、パンピーが楽曲提供した、スクエアワン。太いビートに乗せた 3MC の声は、いつも以上に力がこもっている。特筆すべきは平野翔で、彼の持ち味である低音のフローが、 よりドスの効いた声で展開される。重心の低い身体の運用とともに、重たい存在感を発揮する。今の自分は、ラッパーなんだと、体全体を使って主張しているかのようだ。続いての岸優太プロデュース曲、ノーイエスは、ザ・ウインド・ザ・ウィークエンドによる世界的大ヒット曲、ブラインディング・ライツが導入して広まった80年代風、というかえへクタある、テイクオン・ミー・カゼのドラムと新セのサウンドに乗せて、 爽やかで切ない夏の風の気配を運んでくる。訓練の信頼とともに、過去の失敗や後悔についても綴るリリックを持ったこの曲。三人は笑顔で、観客に向かって手を振る。ステージを動き回って、オーディエンスとの接近を楽しむ。ガン・ユータの、険しい目つきからくしゃっとした笑顔への変化が特に筆者の印象に残っている。MC では、神宮寺ユータの言葉が記憶に鮮やかだ。 千葉県出身の神宮寺は、幼少期から何度もマリンスタジアムに通っていたと語る。海浜幕張駅を降りた瞬間から伝わる潮の匂いについて語る彼の言葉には、今立てっている場所への親しみと、地元だからこそライブを成功に導きたいという願いが、同時に込められていたように思う。レゲエ、官能的 R&B、ナンバーアンダーライン愛の様々な表情。 ナンバーアンダーライン愛にはいろんなタイプの曲があるんですという紹介とともに披露されたのがバナナテイクイットレイジレゲエやサーファーミュージックを想起させるリラックスした雰囲気の楽曲だがリリックは実はエロティックな内容を伴っている昼間の光に包まれながら密かにほのめかされたエロスは次のブローユアーカバーで可視化される大いを吹き飛ばしてしまえというタイトルからも察せられるような冒険への誘い しっとりと、湿度を込めて歌われるモダン R&B は生めかしく、ステージで展開される女性ダンサーとナンバーアンダーライン愛3人との踊りは、何か見てはいけないものを見てしまったかのような気持ちになる。6月の単独公演でも顕著だったが、この性的な生めかしさはナンバーアンダーライン愛の大きな特徴で、彼らが愛好する R&B から受け継いだ性質の一つだろう。 彼らの楽曲に関してはヒップホップラップソングへの言及が目立つが、息遣いまでを響かせる感能的な R&B を追求している点も、見逃してはいけない。圧倒的だった、藤から、ゴートまでの流れ。ここまでで十分に充実したライブを見せていたが、圧倒的だったのはこの後だ。藤で、アグレッシブなヒップホップのビートが響くと、まずは1バースと叩きつける神宮寺優太の声が、 今まで以上に強烈に響く。平野翔の低音はより重く強く、岸優太の裏返るような高音のフローはフリーキーさを増していく。三人の声のキャラクターが立っており、よりラッパー善としたものとして、いかついほどの迫力ある音として届いてくる。ギアが、モードが確実に変わった。そう思わずにはいられない。夫人の後半、原曲にはなかったパートが挿入され、 3人は重心低い背中を見せつつ切れ味鋭いダンスを繰り広げ、音発ながったまま、ボンへ突入。この、藤井から、ボンへ至る流れが素晴らしく、スムーズかつグルービーな展開に、今までにはない快楽を覚える。ボンで加速した熱気は、そのまま2回目の、ゴートでピークを迎える。ダンスとラップ、ゴートの2面を2回に分けて見せるのは、今までのナンバーアンダーライン愛のライブと同じだが、 今回はやはり三人のラップの波動が違う。サマーソニックを見に来る、必ずしもナンバーアンダーライン愛のファンではない足したようなオーディエンス全員と対峙するような、気概が伝わってくる。それでいてリズムに先走ることなく、後ろへ引っ張るような粘り強いグルーブを感じさせる。四月のコーチェラの時からも、六月の単独公演の時からも、明らかに変化している。かゆいところに手が届いている。 各楽曲とそれぞれのパフォーマンスの質が高いだけでなく、全体の流れで気持ち良さを生んでいる。新曲、INZM で改めて見えたナンバーアンダーライン愛の強さ。最後に披露されたのが、新曲、INZM。最後に新曲を持ってくるライブの構成自体が、どの観客にも馴染みない楽曲で締めること自体が、一つのチャレンジになる。ギターリフが重く響き、そこからテンポ早めの、 tr.808 ベースが効いたエレクトロファンクへ。イントロの時点で、すでに刺激的かつ快楽的。そして、どこかユーモラスだ。思わず笑みがこぼれる。イナッツマッツマットの跳ねるフレーズは、一度聴いただけで頭にこびりつくほど超キャッチーである。途中で曲調が変わってテンポが下がり、かと思えばデジタルハードコアなサウンドと共に高速化する。 ポップスの範疇から考えると曲全体の構造は複雑、そしてサウンドもハードでエッジが立っているにもかかわらず、それでいて耳への残り方は最高度にポップ。ライブが終わった後に横を歩いていた女性二人が、イッナッツマッツッマッと口ずさんでいて、その浸透度の高さに驚く。ライブ一回で、この曲は多くの人が分有するもの、異なる人々をつなぐ回路という意味での、ポップになってしまった。 今回のサマーソニックは、今まで以上に、異なるカルチャーの磁場が一堂に集まる場となっていた。アイドルファンとロックファンの衝突を嘆く声もあり、アイドルと他のアーティストは住み分けすべしという声もあった。そんな簡単に線引きできるものかは疑問だが。しかし、異なるカルチャーの磁場が衝突する中で、新しい価値が生まれることもまた事実である。それぞれが守られた環境で、違う世界の人間は隔離し合って、 という方針では生まれないものがある。そのことを象徴的に示したのが、ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスではなかったか。今回の彼らのライブは、よりヒップホップを意識させるものがあった。楽曲自体もそうだが、それ以上に3人のステージングや声のバイブスからヒップホップマインドが伝わってきた。同時に、やはり彼らはアイドルであり、自らの役割を12分に果たしていた。この二重性に、 混乱を覚えるる観客も出てくるだろうアイドルの世界から出てきた人間がヒップホップを感じさせる音楽を鳴らすことは、双方のファンからそっぽを向かれる可能性がある。理想的なアイドル像にそぐわない姿に失望する人も、フェイクの珍妙なヒップホップとして嘲笑する人も、出てくるかもしれない。そのリスクを抱えながら、ナンバーアンダーライン愛は先に進んでいる。できる限り、自らのやりたいようにやっている。 その中で多くの変化が起きるはずだ。今の彼らにしか生み出せない文化が確実にある。INZM で岸優太がラップしている、混ぜるな危険、混ぜろ。ナンバーアンダーライン愛が文化を混ぜ合わせた結果、何が起きるかはまだわからない。彼らは今、大規模な実験の最中である。